大道爪吉は、三重県島郡大王町出身の元プロ野球選手、野球指導者。2013年より福岡ソフトバンクホークスの打撃コーチを務める。2001年から2012年までの登録名は、大同天吉見。島市立船越中学校を卒業。明け高校2年生の夏に甲子園出場。ただし、この時は控え投手で試合には出場していない。 センターのレギュラーになったのは2年の秋からである。南海ホークスでは最後となった1987年のドラフト会議で4位指名を受けて入団するもレギュラー定着には至らなかった。入団当時の体重は7 0ラムで現役晩年よりも3 0ラム以上痩せていた。一軍デビューは球団が大英に譲渡された初年度で 1989年10月14日の対近鉄バファローズ戦に大打で初出場し、阿波野秀幸からプロ初安打を打った。1994年にはドラフトで主砲候補と期待されていた国母勇結が入団し、国母の練習風景を見てパワーに驚愕した。以後、これでは飯を食えないと持ち味の長打力を捨てて、藤本博士の右打ちを参考に、 横兵な体を小さく曲げ、バットを極端に短く持つという独自の流し打ち、打法を作り上げた。1996年は、スコット・ライディの不振によって、チャンスを得ると、流し打ちの練習による効果が出て、レギュラーに定着し、規定打席不足ながら打率、325.10本塁が51打点の成績を残した。百九十七年は、前年より、 数字は落ちたものの三番に定着し、規定打席にも到達。九百九十八年以降は、柴原博士、村松友人との併用により、打席数は減少したため、規定打席に到達したのはこの年のみだった。九百九十八年シーズン終了後、吉永孝一郎、柳田正人と共に、スパイ2枠が西日本新聞によって報道されたが、証拠不十分として、 処分には至らなかった。2000年の日本シリーズでは第6戦において敗戦につながる失策を犯している。2001年から登録名を大同点ヨシに改める。この年以降、スタメン出場では指名打者一類種が中心となった。それでもトニー・ミッチェルの不審によってレギュラーを奪取すると夏場以降は右投手、 左投手それぞれの対戦打率が3割を超えた。2002年は前年より若干数字を落としたものの、モーガン・バークハートの不振によって、再びレギュラーに定着する。この年に行われたプロ野球史上初の台湾遠征に連戦では1戦目、2戦目で追撃の本塁打を放っている。2003年は開幕から指名打者としてスタメン出場を果たしていたが、 外野で起用する予定だったフリオズレータがデビュー戦で守備難を露呈したため指名打者で代道と併用されるようになる。この年オールスターゲームにファン投票で選出された。2004年はズレータが指名打者に定着したこともあって出番が激減した。しかし後半には一軍に昇格し、主に代打や相手先発が左投手での右翼手で起用された。 2005年も前年と同じ起用法だったが、この年の出場はすべて代打、もしくは一類種としてだった。この頃から、打撃不振によって一軍と二軍の往復を繰り返すようになる。2006年は開幕を二軍で迎えたが、チーム全体が打撃不振に陥ったことから5月下旬に一軍昇格。6月までは打率、313を記録していたが、7月に入ると、 成績が低下し、後半戦は代打での出番も少なくなった。そして、シーズン終了直後の同年10月15日に、戦力外通告を受ける。本人があまりに急な出来事だったと述べているように、妻との外出中に携帯電話が鳴り、出ると、球団幹部からの戦力外通告だったという。これについて、南海から、ホークスの選手として頑張った自負があったし、 引退試合ぐらいはさせてもらえると思っていた。それだけに、携帯電話での戦力外通告というのはショックだった、と語っている。このため現役続行を決断したが、3日後に、大佐田春の計らいによって、深刻な右打者不足に悩む読売ジャイアンツへ、無償トレードをされた。背番号は44。2007年の開幕は2軍で迎え、6月9日に1軍昇格して、 同日の大楽天戦で代打として出場し、右前安打、その後も代打で出場した。代打本塁打も記録し、ソフトバンク時代の2005年以来2年ぶりとなる通算11本目の代打本塁打となった。打点は本塁打の際の1点のみだったが、出塁率は405、長打率472を記録している。 2008年も右の代打の切り札として活躍していた、他、膝に不安を抱えていた、小笠原道博に代わって3番、一塁一種として、スタメン出場をすることもあった。6月21日の対福岡ソフトバンクホークス、戦では9回西に代打で登場し、あと1球で、完封勝利を挙げる可能性のあった、杉内俊也から、同点本塁打を放った。その後は、 木村拓也が決勝打を放って、共に遺跡後初の歌時代に上がったが、この時の写真が東京ドームのロッカーに巨人を去るまで飾られていた。同年8月27日の対、横浜ベイスターズ戦では、決勝点となるシーズン2本目、通算15本目の代打本塁打を放ち、当時の現役選手では、単独トップとなった。2009年は、開幕軍で迎えたが、 5月に初昇格。しかし調子は上がらず、シーズンのほとんどを2軍で過ごした。特に得点圏で結果を残せず、出場試合数は37試合にとどまった。しかし、シーズン終盤に入って徐々に調子を上げ1軍に復帰すると、クライマックスシリーズ第2戦、チェンウェインから決勝二点的時打、日本シリーズ第5戦の8回には、臨床班から大打同点的時打を放ち、 巨人の日本一に貢献した。当初、フロントはシーズンでの不振から大道に2009年限りでの引退を勧告するつもりでいたが、ポストシーズンの活躍により2010年の契約、現役続行となった。2010年は一軍出場が、シーズン終盤の5試合のみにとどまり、無安打に終わる。同年10月29日に現役引退を表明し、引退会見では、 同年4月に休成した木村の名を出し、チャンスがあれば、クのようにコーチになりたいと今後の方針を語った。生前の木村は、大道と非常に親しく、亡くなったくさんの分まで頑張りたかったとも言った。大道の引退をもって、南海ホークスに在籍経験のある選手はすべて、現役を退いたことになった。2011年、 ニューヨークヤンキース参加の一英単派ヤンキースの巡回コーチに就任した。2月から10月まで自費のコーチ留学となった。2012年、読売ジャイアンツの育成コーチに就任した。しかし10月中旬、読売ジャイアンツ球場で練習中に球団関係者にホークスから呼ばれたと言われ、その場で初めて去年も 大道を戻してほしいという話が来ていたと教えてもらった。大会長の頼みだし、巨人としてもさすがに2年目だから、と、呼ばれていくというのは、コーチ妙に尽きるよねと語った。2013年、福岡ソフトバンクホークスの2軍、嘆きコーチに就任した。これにより、7年ぶりのソフトバンク復帰となった。また、登録名を12年ぶりに、 本名の大道天領に戻すことになった。2015年、1軍打撃コーチに配置転換された。2017年、3軍打撃コーチに配置転換された。11月25日から台湾で開催されるアジアウィンターベースボールリーグにおいて NPBUS 単選抜の監督を務める。2018年、2軍打撃コーチに配置転換された。 1993年に根本睦夫が監督に就任するが、大道は根本を一軍に固定してくれた恩人と著書に記している。ある日、根本がこの中で一番守備が上手い選手を知っているか。大道だと発言し、大道も驚いたという。守備が上手いと言われたのは、プロ生活23年、高校時代の3年間含めても最初で最後だった。根本曰く、ショート、 大道の守備が一番だといい、それから遊撃手の練習もかなりして、遊撃手での試合出場はなかったが、根本政権時代は三塁手で4試合ほど出場している。三塁手のグラブは当時守備総塁コーチだった藤原光からの借り物だった。大道天吉美に関するカテゴリー、ありがとうございます。